奈良原喜左衛門は幕末の薩摩藩士。本姓は佐賀源氏津々流。このため代々本名は一字であった。意味名は清志。価格は代々骨外。奈良原助左衛門の長男。鹿児島城下高来町の生まれ。奈良原助左衛門という当主が禁止録崩れで遠投処分を、父の本はおゆら騒動で、禁親処分を受けるが、この関係で、 文化法等実録の記録から、文化年間にはすでに、高来町に、奈良原家が住んでいたことがわかる。薬丸半罪門に薬丸寺建立を学び、達人と称され、また休日にもたけていたという。鹿児島市さ産の薬丸家文書に、奈良原の入門聖誌文が記載されている。藩主、島津成明の命で、江戸で、 一橋義信擁律に奔走するも、失敗したために帰国する。安政六年、聖中組に加盟し、当初は、尊能上位を唱えるも、後に、後部合体に転換する。文久二年、島津久光の立兵状況に従い、久光の命によって、有村春斎と共に、激派の有馬新七らの説得に当たるも失敗する。さらに幕府への直視。 大原重徳に随住する久光に従って、江戸に行く。その帰国の際の生麦事件で、行列を横切ったイギリス人、チャールズ・レノックス・リチャードソンに切りつけたとされる。翌文93年7月に起きた撮影戦争では、海江田信義と共に、スイカ商人に噴して、敵艦を奪おうと格索するも失敗した。 その後は主に京都で活動し、現時元年の金門の辺では、出水隊の諸主として活躍した。慶応元年5月18日、京都に本末の薩摩藩邸において、満33歳で没した。英国人を切りつけた実行犯とされるが、実定である、奈良原茂の孫の奈良原三つによると、切り殺したのは茂だったが、茂は藩の実力者だったため、 木材門が身代わりになったという。鹿児島では、この件で、兄弟両家の関係が険悪になり、障害沙汰もあったと言われる。AB 沖縄はどう生きるかさん誰にも知られたく、なかった沖縄の戦前の謎と戦後の闇、琉球王、奈良原茂の暴政の数々、佐野新一、ウェブ集英社文庫。ありがとうございます。